どちら様ですか？伊達ですよ。昨日教えたでしょ。それに名刺も渡しましたし。はあ、それでご用件は？準備？何のことですか？太田君の入院に必要なものを取りに来たんじゃないんですか？太田が入院？あの子はピンピンしてますよ。変なこと言わないでください。昨夜って何時ぐらいのことですか？10時前のことです。あ、その時間はもう寝てましたよ。寝てた？いや、そんなはずはない。あなたはイリスと太田を追ってこの店を出て行った。その時の光景はこの目で、左目でしっかりと確認してるんです。左目？どうして両目じゃないんですか？それは…とにかく昨夜、私はどこにも出ちゃいませんよ。ぐっすりと眠って夢の中にいたんです。夢？そう、とっても懐かしい夢を見て。ああ、これですか？まだ太田が小さかった頃、家族で撮った写真です。なんとなく眺めたくなってしまって。私はダメな母親なんです。昔から夫や息子に迷惑かけてばかりで、二人には何度助けてもらったかわかりません。なのに二人はとっても優しくてね。ある年の母の日に私にプレゼント。二人とも私が花柄が好きなことよく知ってたから、それでこの花柄のエプロンと包丁をくれたんですよ。私嬉しくて嬉しくてたまらなくて、自然と涙が溢れてきて。この写真はその時に撮ったものなんです。恥ずかしいですけど、いい写真でしょ？ええ、とても。確かあれは息子が小学校に上がったばかりの頃です。簡単なお使いを太田に頼んだんですが、あの子ったらどれだけ待っても帰ってこなくて。夫は心配ないって言ったんですが、私は辛抱できなくなって太田を探しに。そしたらあの子、近くの信号の前で立ち止まってしくしくと泣いてたんです。いつまでも信号が赤のままだから道を渡れなくて帰れなかったって。でもね、その信号ったら押しボタン式だったんですよ。あの子はそれに気づかずに赤信号の前でずっと立ち尽くして、全く頑固っていうか馬鹿正直っていうか。だけどそんな太田のことが、私は可愛くて可愛くて仕方がなくてね。このチョコに何か心当たりは？あら、あんたも驚きマンが好きなのかい？ええ、一時期ハマってましてね。うちの子も大好きでね。小さい頃は友達の中で一番のコレクターだったんですよ。さあ、一体どこをほっつき歩いてるんだか。伊達、真由美の夫、太田の父親について調べてみた。名前は松下武郎。5年前に心筋梗塞で亡くなっている。そんな、どういうことだ？なあ伊達、ちょっと気づいたことがあるんだが、サーモモードで真由美を見てくれないか？わかるか？脳の一部が青く染まってるな。これはその部分の血流量が著しく少ないことを示している。つまり？そう、
真由美は病気だ。彼女の通院記録を調べてみた。真由美は6年前から脳の機能障害、ディメンツを患っている。ディメンツ？症状は多岐にわたるが、真由美に認められるのは健忘だ。彼女の中からは様々な記憶が欠落している。なるほど、今までの不可解な発言はそのせいだったのか。だがそんな状態で食堂の経営なんかできるのか？経営はしてない。え？この飲食店松下食堂は8年前に潰れている。松下食堂は川崎地区の近くにある。ギリギリ立ち入り禁止区域には入っていないから、法的にはここに住むことについては何の問題もない。だが化学工場の爆発によって来客数は相当減ったはずだ。もともとこの店の経営はブルームパークが存在するからこそ成り立っていた。ブルームパークを往来する客が園内で食べるよりも安いからという理由でこの店に立ち寄っていたのだ。ところが8年前にブルームパークは閉鎖、客足はパタリと途絶え、その結果店が潰れたこと真由美は気づいてないのか？おそらくディメンツのせいで。ああ、なんてことだ。さてと、もう話はいいですか？夜の営業の準備そろそろ始めなきゃいけないもんで。伊達、行こう。彼女の世界を壊さない方がいい。そうだな。どうやって入った？塀を乗り越えて。不法侵入だぞ。野球のボールが入っちまったんだ、取らせてくれよ。ふん、知らん、誰のことだ？この子だ、見覚えはないか？顔を見ても変わらんよ。瀬島の体温について目立った上昇は見られない。こいつは政治家だぞ、嘘をつくのが仕事だ。まあ確かに。そんな時間眠っていたに決まってるだろう。何かあったのか？ニュースは見てないのか？ああ、今朝からずっと本を読んでいた。何があったのかは知らんが、私は無関係だよ。昨日も言ったはずだ、熊倉組と怪しい付き合いはない。そういえば相棒、昨日聞かせてくれた川崎地区の土地に関する売買の話、まだ途中だったよな。ああ、その話についてはまた後で。金曜日も土曜日も先生はずっと自宅にいた。昨夜から今朝にかけては寝室でお休みに。何か証拠になるものはあるか？私の証言で十分だろう。相棒、この屋敷に監視カメラはいくつも設置されている。だがどういうわけか今はいずれも電源がオフに。この数日間の映像データもどこにも残されていない。なんだよそれ、めちゃめちゃ怪しいじゃねえか。さてと、そろそろ帰ってくれないか？まだ質問は始まったばかりだ。何を聞いても同じだ。先生はあんたが追ってる事件とは何の関係もない。それを判断するのはお前じゃない、俺の仕事だ。はあ、やれやれ、こっちも手荒な真似はしたくないんだよ。このままあんたを処分して池の鯉に食わせちまってもいいんだぞ。ああ、やれるもんなら。だって、こいつ意外と本気かもしれないぞ。ん？体を調べてみよう。こいつハンドガンを。もちろんモデルガンではない、実銃だ。おい、やけに物騒なもん持ってんじゃねえか。何のことだ？とぼけても無駄だ、銃刀法違反でしょっぴくぞ。
意味がわからん。お前が携帯してる銃のことだ。銃なんて持ってない。持ってんだろうが。証拠でもあるのか。そんなもん見れば一発で。見る？何を？どうやって？令状がなければ身体検査はできないはずだが。おしゃべりは終わったか。用が済んだならとっとと帰ってくれ。だってこれ以上話を続けても新たな情報が手に入るとは思えない。今はひとまず引き返すのが賢明だ。ったく腹立たしい奴らだ。大丈夫ですか？伊達さん、看護師からここにいると聞いたもので。ええ、ちょっと休ませてもらってたんです。イリスの手術が無事に終わって命に別状はないって。そのことを聞いたらなんかほっとして力が抜けてしまって。倒れてこの病室に運び込まれたらしい。ああ、さっき看護師から聞いたよ。でももう大丈夫です。すっかり良くなりましたから。あの子は、イリスは左目を失ってしまいました。奪われた眼球はまだ見つかってないそうです。視神経や血管がつながっていれば元に戻すこともできたみたいなんですけど、でも命が助かっただけでも感謝しないと。私、若い頃大切な人を亡くしてるんです。岩井真中、心から親友と呼べる数少ない友人の一人でした。イリスの手術が終わるのを待ってる間、その真中のことが脳裏をよぎって、私本当にどうにかなってしまいそうで。よほど辛い経験をされたんですね。ええ、太田君には本当に心から感謝しています。いえ、そんな言葉では足りません。だって太田君がイリスのこと助けてくれたんでしょ。警察の方から伺いました。もし太田君があの倉庫に行かなかったら、今頃イリスは本当に何と言えばいいのか。お礼の言葉が一つしかないのがもどかしいぐらいです。こんな時にいろいろとお尋ねしてすみません。いえ。では私はこれで。なあ水木、それそろそろやめてくれないか。聞きたいことがあるんだ。わかった。悪かったよ。実は昨日あの後暴力団の事務所に行ったんだ。熊倉組、沖浦とつながりがあるってマーブルのママが言ってただろ。それでいろいろと話を聞きに。だが小6のお前をそんなところに連れて行くわけにはいかなかった。だから私、暴力団なんて怖くない。そんな連中3秒で息の根を止めてやる。物騒なこと言うなよ。女の子だろ。あ、それ性差別的な発言。そんなこと言ってるからモテないんだよ。俺はモテる。嘘つかないで。この4年間彼女がいた気配なんて一切なかったし。
俺の彼女はくのいちなんだ。はいはい。で、聞きたいことって何？午前3時の動画、ネットで見てたから知ってる。オータンすごいよね。ちょっと見直しちゃった。イリスとオータの手術は無事に終了した。二人とも命に別状はないそうだ。本当に？あ、よかった。昨日マーブルまでお前を迎えに行った女性警官は？帰ってもらったよ。定期的に連絡するから心配しないでって言って。そっか。何そのがっかり感。もしかして彼女目当てでここに来たとか？別にそういうわけじゃ。貧乳だったよ。あ、伊達はむしろ貧乳がタイプか。巨乳も好きだ。もうなんだな。沖浦水産はおじいちゃんが作った会社だけど、パパとは何の関係もないと思うよ。17年前におじいちゃんが亡くなってから、沖浦家とは何の関係もない人が社長やってるし。水木、話を聞かせてくれてありがとう。参考になったよ。参考になったか。俺は捜査を続けなきゃいけないから、これで。待ってよ、また置き去りにするつもり？私も一緒に行く。ダメだ。なんで？お前を危険なことに巻き込むわけには。大丈夫だよ、だって私強いもん。私がどれだけの力を持ってるか伊達だって知ってるでしょ。っていうか、そもそも私の能力を引き出してくれたの伊達自身じゃん。お前、それどうしたんだ？誰にやられた？クラスのやつら、男子とか女子とか全部で5、6人はいたかな。パパやママと一緒に暮らしてないなんておかしいってからかわれて、それで私ムッとして言い返したら、向こうの方から手出してきて。そいつらの名前を教えろ。俺が半殺しにしてやる。伊達、その判断は浅はかだ。この種の問題に大人が介入したところで、その場しのぎの対症療法にしかならない。水木が自分自身の力で解決しない限り、同じことの繰り返しだ。水木、これから時間をかけてお前を特訓する。え？そいつらをぶちのめす力をお前に授けるってことだ。早速だが、今から始めるぞ。準備しろ。なんで神社？特訓といえば神社だろう。特訓といえば神社なの？こういう厳かな場所でやった方が気が引き締まるのだよ。まあ何でもいいけど。じゃあまずはお前が強くなるために必要な4つの極意を教える。この4つさえ守ればお前は誰にも負けないスーパーパワーを手に入れることができるだろう。なんかだってさっきからキャラ違くない？伊達ではない。修行中は師匠と呼べ。喧嘩をするには絶対に気持ちの面でも勝っておく必要がある。絶対に負けないぞってそういうこと？あ、そうだ。キャバクラに行く時と同じだな。店に行く前からどうせモテないってふてくされてたんじゃ、モテるもんもモテなくなる。勝負はもう店のドアノブに手をかけた瞬間から始まってるんだ。うん、確かにその通りだねってなるわけないじゃん。なんで？日々の生活を丁寧にこなすことが一番のトレーニングになるのだよ。適切な食事や生活リズムは強い肉体を形成する。さらに他人の気持ちを考え、気を配りながら日常生活を送れば、喧嘩で相手の一手を先読みするのに役立つのだ。なるほどね。でもそれじゃあめちゃめちゃ不摂生をしてる伊達はめちゃめちゃ喧嘩が弱いってことにならない？風が出てきたな。いや、なんとなくかっこいいこと言ってもごまかされないから。喧嘩になったら相手の心を折るのが大切だみたいな話？いや、そうではない。心を殺すのは水木、お前の方だ。どういうこと？喧嘩の最中だけは自分の中から哀れみや情けの感情を殺すんだ。
相手を一人の人間として考えたら、そもそも喧嘩なんかは不可能。敵と拳を交えるその瞬間だけは、目の前のそいつをパンチングマシーンかこんにゃく人間だと考えるんだ。こんにゃく人間って水木、誰にも負けない方法を知ってるか？え、そもそも喧嘩をしないとか？それも一つの回答だが、お前が今身につけるべきなのはそれではない。誰にも負けない方法、それは先手を取ってその一発で相手を仕留めてしまうことだ。言ってることはわかるけど。もちろんそうしろと言っているわけではない。だがこのことを知っているかいないかで喧嘩の成果に大きな差が出る。それはいいんだけど、伊達のそのキャラマジで何なの？伊達ではない、師匠だ。とにかくこれら4つの極意を実践すればお前は強くなれるはずだ。眉唾だな。俺を信じろ。言う通りにしたら一月後には俺に感謝することになる。本当かな。どれ、その時のお前と比較するため今のお前の強さを見せてみろ。は？強さを見せるってどうやって？そうだな、一発パンチの振りでも見せてくれ。そうしたら大体のことはわかる。よくわからないけど、とりあえずやってみるね。まずは目を閉じて意識を集中しろ。こう。そうだ。そして思い切り拳を突き出す。えっ！え？どうだった？いや。気を使わなくてもいいよ。まだまだなのは分かってるから。そういえばなんだが、お前いじめっ子たちに殴り返しはしたか？ううん、私の方からは手出してない。だって相手はたくさんいたし、どうせ金一個ないって思ったから。そうか、こいつ自分の力に気づいてないのかみたいだな。水木、なんというか、その、もう少し自分に自信を持ってもいいと思うぞ。え？ただ師匠にだけは歯向かうなよ、絶対だからな。ああそうだな、確かにお前は恐ろしいぐらいに強い。じゃあ。だがダメだ、お前を捜査には連れていけない。どうして？どうしてもだ。沖浦から責任を持って預かった以上、お前を危険な目に遭わせるわけにはいかないんだよ。ずるいよ、パパのこと出すなんて。イリスとオータも同じだ、そんなことは望んじゃいないはず。分かってくれ、もしもお前の力が必要になったらその時には言うから。本当に？ああ、約束だよ。約束だ。さあ行くぞ相棒。次はどこに？本部に着く前にここまでの捜査状況についてまとめておこう。水木から沖浦水産に関する新たな情報は得られなかった。やはり現在の沖浦水産と殺害された沖浦蓮樹とは何の関係もないように思える。だが何か引っかかるんだよな。今のところ瀬島が第二サイクロ事件に関わっている可能性は低いと言わざるを得ない。それには俺も同意するが、どうしてこうも瀬島の影がちらつくんだ。殺された翔子と沖浦は熊倉組と関係していた。その熊倉組と瀬島には何らかの接点が。つまり熊倉組を中継地点として被害者と瀬島は結びついてるってことに。さらに
イリスと瀬島にも何かつながりがある可能性が。イリスのソムニウム世界に瀬島が出てきたからか。そうだ。真由美は脳の機能障害、ディメンツを患っている。もしも仮に真由美が昨夜太田とイリスの後を追っていたとしたら、真由美は白熊の中の人を見ている可能性が高いことになる。だが覚えてないんじゃな。私としては瀬島のボディーガードが銃を携帯していたことも気になっている。少し調べてみたんだが、瀬島は他にも大量のボディーガードを雇っているらしい。もしもそいつら全員が銃を所持しているとしたら、それはもう暴力団顔負けの立派な武装集団だ。瀬島のやつ、テロでも起こすつもりか。いずれにせよ、やつの背後にドス黒い闇が渦巻いているのは確かだ。ああ、そういえば大事なことを伝え忘れていた。なんだ。冷凍倉庫で見つけた驚きマンチョコの件だが、パッケージに付着していた指紋を解析したところ、所持していた人物が判明した。誰だ。松下真由美だよ。なんだって。真由美はあのチョコを甲州街道沿いにあるコンビニ812で購入したらしい。店の防犯カメラにその姿がはっきりと映っている。812の通称は8。その8は太田が車を奪ったコンビニファミストから100メートルほど離れた地点に存在する。ちょっと待ってくれ。なんかややこしいな。要するにこういうことだ。なるほど、続けてくれ。チョコの購入時刻は昨日の午後10時33分。太田が車を奪った時刻と同じじゃないか。ああ。どういうことだ。詳しい経緯はわからない。だがとにかく真由美は昨夜8で驚きマンチョコを購入し、その後何らかの理由で冷凍倉庫に足を運んで、そこでチョコを落としたのかもしれない。塾講中にすまないが、ボスから電話だ。繋いでくれ。伊達くん、イリスの手術が終わったのは知ってる？ああ、さっき病院で聞いたよ。命だけは助かったそうだな。だけどまだ意識は取り戻してないのよね。今は ICU の中にいて面会謝絶だって。そうか。でも太田の方は喋れるようになったみたい。処置が終わったのか。ええ、さっき一般病棟の方に移されたそうよ。わかった、すぐに行く。私も向かうわ。病院で落ち合いましょう。太田、具合はどうだ？びっくりするぐらい元気だよ。まだ麻酔が効いてるから痛くもなんともないし。そうか、そいつはよかった。太田くん、手術が終わったばかりなのに申し訳ないけど、ちょっと話を聞かせてもらえる？うん、いいよ。手術無事に終わったんでしょ？ああ、お前のおかげだ。もしもお前が例の白熊に飛びかかっていかなかったら、今頃イリスは。僕はアセトンちゃんのファンだからね。ファンがアイドルを守るのは当然だよ。ラーメンにはニンニクを入れるくらい当然さ。それは好みの分かれるところだと思うけど。にしても我ながら自分が怖いよ。あの白熊ったら、僕と目が合った瞬間ガクガクと震えちゃってさ。きっと僕の本当の力に本能レベルで気づいたんだろうね。太田の体温上昇を確認。こいつちょっと盛り上がったな。まあ今日ぐらいは許してやれ。ああ、そうだな。伊達さん、あの配信動画見てたんじゃないの？犯人は白熊だよ。の中の人だろ。そいつが誰だったのか聞いてるんだ。そんなのわかんないよ。わかんないようにするために犯人はあの着ぐるみを着てたんだろうし。
そういやお前、中華鍋で俺のこと殴ったよな。あ、それはアセトンちゃんを守らなきゃと思って。言い訳の前に言うことはないのか。ごめん、すみませんでした。ああ、それでいい。だが次はないからな。もう絶対にしない。インドの神様ガネーシャに誓うよ。なんでちょっと遠くの神様に誓うんだよ。それはごめん、絶対に言わないって約束したんだ。例の自作自演のこと、イリスにバラすぞ。そしたらどうなるかわかるな。せっかく爆上がりしたお前の株も一瞬にして暴落だ。うふ、でもやっぱり言えない。なんでそこまで固くななんだ。あのな、冷静になって考えてみろ。イリスを襲った犯人は未だ逃走中なんだぞ。イリスはその犯人の顔を見ているかもしれない。もしもそうなら、そいつは口封じのためにイリスの息の根を止めに来るかも。そんな。イリスを守るには犯人を捕まえるのが最も手っ取り早い。そのためにはどうしても情報が必要なんだ。わかったよ。こいつを見て何か思い当たることは。これはなんだ、何か知ってるのか。サーモグラフを見るまでもない。確実に知ってるって顔だ。確かに前に伊達さんに話した土曜日のこと、ちょっとだけ嘘が入ってたんだ。どこが嘘だったんだ。散歩けに行ったら店の入り口に本日貸し切りって札がかかってて、その後のことだよ。僕は伊達さんにそれから家に帰ったって言ったけど、本当はすぐに帰ったわけじゃないんだ。2時間以上秋葉の街をブラブラしてて。もしかして新しい携帯を買ったのはその時のことか。うん。でもどうしてそんなことを隠す必要が。続きがあるんだよ。確か夜の8時50分ぐらいだったかな。秋葉の交差点を渡ろうとしたら、信号を待ってる沖浦さんの車を見かけたんだ。それで近づいてみたら、ハンドルを握ってたのはアセトンちゃんで。イリスが？うわー、びっくりした。びっくりしたのはこっちの方だよ。どうしたの？どうしたのって、アセトンちゃん免許なんて持ってたの？そりゃもちろん持ってない。無免許ってこと？しー、沖浦さんにちょっとお使いを頼まれちゃって、それでこの車を借りて。お願い、このことは絶対誰にも言わないで。うん、約束してくれる？もちろんだよ。その後信号が青になって車は走り去っていったんだ。車の中にいたのはイリスだけだったのか。うん、アセトンちゃんだけしか乗ってなかった。僕がナイルに書いたあのことっていうのはこのこと。今をときめくネットアイドルが無免許運転なんて大問題でしょ。それで今まで黙ってたんだ。土曜日の6時15分、散歩家が入っているビルの中から沖浦とイリスが一緒に出てきたところを太田は見かけている。それからおよそ2時間半後、次に太田が目撃したのは沖浦の車を運転しているイリスの姿だった。どう思う？イリスのやつめちゃめちゃ怪しいじゃねえか。ところがイリスは第二サイクロ事件の犯人とおぼしき人物、二代目のサイクロプスに左の眼球を奪われている。さらに太田が駆けつけなければ、あのままイリスの体は真っ二つに切断されてたはずで。一体どういうことだ。伊達さんをその中華鍋で殴った後のことだね。そうだ。あの後僕はうちの車 K のワンボックスにアセトンちゃんを乗せて一緒に逃げたんだ。で
しばらく走ったところで一息つこうってことになって、甲州街道沿いにあるファミスト、そこの駐車場に車を止めたんだよ。そこで助手席のアセトンちゃんに、何か飲み物買ってくるねって言って、僕は車を降りて店内へ。そしたら店の外から突如アセトンちゃんの悲鳴が聞こえてきて、オータ助けてって。僕は慌てて外に飛び出し、うちのワンボックスのところへ駆け寄ろうと思ったんだけど、その時にはもう車は猛スピードで走り去った後で、どうしようどうしようと思って辺りを見回すと、エンジンがかけっぱなしになってた1台の車が、ステーションワゴンだな。そう、気がつくと僕はその車の運転席に飛び乗ってた。別に盗もうと思ったわけじゃないんだよ、ちょっと借りようと思っただけなんだ。時刻は午後10時33分。これで太田がステーションワゴンを奪った理由は分かったな。その車で甲州街道に飛び出したんだけど、その時にはすでにうちのワンボックスの姿は見えなくなってて、それからしばらくの間僕は必死になってアセトンちゃんを探し回ったんだ。警察に連絡しようとは思わなかったのか。だって僕、伊達さんのこと殴っちゃってたし。そんなこと気にしてる場合じゃないだろう。だけどその時の僕はそう思ったんだよ。警察に行ったら逮捕されちゃうって。パニックになってたし、頭がうまく回らなかったんだ。そのせいで大事なことに気づくのも遅れて。大事なこと？僕、ワンボックスの車内に買ったばかりの携帯を置きっぱなしにしてたんだ。それが大事なことなのか？ものすごくね。だってあの携帯には GPS の機能がついてたから、それを調べればワンボックスの位置が特定できるじゃん。なるほどな。というわけで僕は近くのネカフェに駆け込んで急いでそれを調べたんだ。そしたら僕の携帯は江東区有明4丁目の倉庫街にあると分かって、あとは伊達さんが知ってる通りだよ。僕が切断機の電源を切ったのは知ってるでしょ。ああ、それからお前は雄たけびを上げ、配信動画のフレーム外へ。その後のことが知りたいんだ。頭の中が真っ白になっちゃってたから、あんまりよく覚えてないけど、とにかく僕、白熊に向かって突進していって、かなり長いこと戦ってたと思う。取っ組み合いになって、もつれ合う感じで。そしたらいつの間にか刃物でお腹を刺されてて。念のため確認するが、白熊の中の顔は見てないんだな。うん、見てない。じゃあ声や体型はどうだ。そういうのも全く。何でもいい、手がかりが欲しいんだ。悪いけど知ってることは全部言ったよ。他に手がかりになりそうなことは何も。本当か？うん。伊達、見てくれ。おいおい、この後に及んで何を隠そうってんだ。伊達、どうも太田の様子がおかしい。注意しろ、何かしでかすつもりかもしれん。しでかすって何を？こいつ握っているのは果物ナイフだな。なんでこんなもんを。とにかく今やるべきことは一つだ。わかってる。離せよ。一体どういうつもりなんだ。うるさい、いいから離せって言ってんだろ。催眠ガスか、やってくれたな。話が聞けなくなっちまったじゃねえか。聞けないなら見せてもらえばいいじゃない、彼の頭の中を。